セパリオリーグの守備のスペシャリストを記者投票で選ぶ第53回三井ゴールデングラブ賞の受賞者が12日発表された写真7年連続で受賞した内遊撃手。セ・リーグでは優勝した巨人から菅野智之投手1塁手で岡本和真内野手2塁手で吉川直樹内野手3塁手で坂本隼人内野手が受賞 8年ぶりに受賞者なしに終わった昨年から、初受賞の吉川ら4人と大幅増となった。パ・リーグは優勝したソフトバンクから両リーグ最多の5人。セではヤクルト、派ではロッテとオリックスが受賞者なしだった。